ある日、警視庁の警察官田中だった。運悪く、酒気帯び運転で摘発され、停職1月の懲戒処分を受けることとなった。田中は正義感が強く、市民の模範だったが、この一件で彼のプライドは大打撃を受けた。しかし、彼は反省し、罪の意識を強く抱くようになり、この停職期間を自己改革の期間と決めた。停職中、彼は市民のために何ができるか考え続けた。彼は自分の失敗を生かし、酒気帯び運転の危険性を啓発する講演を行うことに決めた。彼の誠実さと正直さから、町の人は彼の講演に熱心に参加した。田中は自分の経験を人に伝え、酒気帯び運転の危険性を強調し続けた。彼の言葉は人の心に響き、町の人は彼のメッセージを深く理解し、彼の言葉を心に刻んだ。そしてついに、彼の停職期間も終わりに近づいた。田中は自分の罪を償い、再び警察官として職務に戻る日が来ることを喜んだ。そしてその日が来た。田中は朝早くから署に向かった。しかし、そこで彼を待っていたのは、なんと署長からの意外なお告げだった。田中、君の停職期間中の活動は素晴らしかった。酒気帯び運転の啓発活動で、町の人の意識改革に大いに貢献した。だから君には新しい役職を与えたい。それは、田中はドキドキして待っていた。署長はにっこりと笑って言った。それは交通安全指導員だ。君の経験と人への影響力はこの役職にぴったりだと思う。一瞬田中は何も言えなかった。そして突然彼は大きな声で笑った。皮肉なことに彼自身が酒気帯び運転で摘発され、その経験を生かして交通安全指導員になるとは。彼は署長に向かって頭を下げ、受け入れることを決めた。そして彼は言った。ありがとうございます署長。自分の失敗を生かしてこれからも一生懸命頑張ります。ただ、交通安全指導員になるとは、これは一体どういうことでしょう。周りの警察官たちは、一瞬呆然とした後、皆で大笑いした。田中のユーモラスな発言に、署内は爆笑の渦に包まれた。